四世八病説は中国南北朝時代の文学者の陳薬が南朝製の武帝省の英明年間に唱えたとされるしかの因立論。陳薬は四世一部を表して中国語の成長を四種類に分類し、さらに創女・謝礼運伝に付した論において文学作品の因立美を自覚的に追求することを提唱した。陳薬の主張にオートールラが共鳴し、 彼らが確立した詩風は英明体と呼ばれ、当時大いに流行した。八病説は、四世異論に基づき、当時の主要な死刑であった個都市において、具体的に回避すべき禁忌として提示された八種の規則を指し、平等、上げ八八腰、鶴膝、大陰、小陰、蕎麦紐、聖紐の名称がある。八病説に関する最もまとまった記述は、 日本の平安時代の僧侶の空海が編集した、指論書、文教皮膚論、西巻、文24種表にある。ただし、人役本人による記述ではなく、後世の隋の竜よし教、四世指菌や等の上管理、筆札良、無名詞、文筆式、元強し、髄隋脳などの書書から引用されたものであり、それぞれに異動がある。 ここでは東大を受ける標準的な8秒説と見られる筆札化量及び分泌式の内容を紹介する上下2区1連の第1.2次動詞が同じ成長であること上下2区1連の末あざ動詞が同じ成長であること各区において第2.5次が同じ成長であること4区2連の第1.3区において末あざ動詞が同じ成長であること 上下肉一連において、陰字と動員の字を用いること。上下肉一連において、陰字以外の球字の中で動員の字を服用すること。各区において、壮声以外で同性母の字を服用すること。各区、または上下肉において、成長の異なる動音字を服用すること。ありがとうございます。